皆さんこんにちは。京都府警察音楽隊カラーガード隊です。これから平安ふれあいコンサートを開催いたします。スポーツの秋、芸術の秋、実りの秋など楽しみの多い季節がやってまいりました。皆さんはどんな秋を楽しんでおられますか？どうぞこれからのひととき、私たちの演奏演技をお楽しみください。ご覧いただく際には通路を開けていただきますようにお願いいたします。ホールの内側でご覧いただきますようご協力をお願いいたします。指揮者を紹介いたします。京都府警察音楽隊学長野々口卓です。最初にお届けする曲は This is Bach です。この曲は2010年に公開されたアメリカの 3D アニメ映画ヒックとドラゴンの挿入歌です。ヒックとドラゴンは少年ヒックと仲間たちがドラゴンと共生しながら成長していく姿を描いている作品です。女性警察官で編成されたカラーガード隊の華麗な演技をお楽しみください。いたしました。カラーガード隊はまた後ほど演技をいたしますのでお楽しみになさってください。次にお届けする曲はジャズのスタンダードナンバー、ジョージア・オン・マイ・マインドです。多くの歌手や楽団がカバーしていますが、1960年にアメリカ・ジョージア州出身の歌手レイ・チャールズがカバーし広く知られるようになりました。1979年にはジョージア州の州歌になりました。
ジョージア・オン・マイ・マインド、お聴きください。ジョージア・オン・マイ・マインドをお届けいたしました。次は地元警察署木津警察署からのお知らせです。はい、皆さんこんにちは。私は木津警察署交通課から来ました中島と申します。そして、私の他にですね、今日はたくさんの今日は交通安全のねボランティアの方々もお手伝いに来てくださっております。さあ、朝夕めっきりね、朝晩めっきり涼しくなりましたね。過ごし暑くなりました。日中はねまだ少しね暑いんですけれども、ということで、秋がやってまいりました。実は11月1日から道路交通法一部改正されまして、自転車のながらスマホと酒気帯び運転の罰則が強化されます。皆さん知っておられましたか？知っておられた方も
ゃったんですかね。さあ、自転車をよく利用するっていう方いらっしゃいますか。はい、何かいらっしゃいます、ね。それではちょっとね、どういうふうなことを禁止されていくかっていうことをね、ちょっと説明していきたいと思います。まず、はい、これ何か分かりますか。これ何か分かりますかね。はい、スマートフォンですね。これスマートフォンです、ね。スマートフォンを手で持って通話をしたり、スマートフォンを手で持って画面を見続けたり、これながらスマホが禁止されています。そしてもちろんお酒を飲んで自転車に乗ること、ね、禁止がされていることはもちろんですけれども、次、自転車を貸すことも、そしてお酒を提供することもね、罰せられるということ、皆さんご存知ですね。はい、ということで、まあ、自転車もね、交通ルールを守って利用していただけなければならないっていうのも守ってね、いただけたらなと思います。そしてね、皆さん必ず自転車に乗るときは頭に、はい、ヘルメットですね。ヘルメットを必ずね、かぶっていただいてね、着用していただいて、安全にね、お過ごしいただきたいなと思います。これでは、それで、伊豆警察署の報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。伊豆警察署からのお知らせでした。それでは次の曲をお届けいたしましょう。次の曲は学園天国です。この曲は1974年に5人組兄弟のグループフィンガーファイブが発表した曲です。小泉今日子さんのカバーも人気を博しました。アップテンポのロックンロールナンバーで思わず体が動き出してしまう楽しい曲です。学園天国、お楽しみください。
学園天国でした。次にお届けする曲は2009年に演歌歌手坂本冬美さんがリリースした「また君に恋してる」です。フォークユニットビリーバンバンの曲をカバーしたフォーク系の曲で、彼女の新たな魅力が伝わる曲です。アルコール飲料の CM に使用され大ヒットしました。また君に恋してる、お聴きください。Thank you.
坂本冬美さんのまた君に恋してるでした。次は音楽隊からのお知らせです。皆さんこんにちは。今月の音楽隊からのお知らせは特殊詐欺についてです。今からお話しする内容は配布しているプログラムに記載してありますので、ぜひ目を通しながら聞いてください。特殊詐欺という言葉はよくお聞きになってすでにご存知の方も多いと思いますが、特殊詐欺の被害がまだまだ絶えません。令和6年8月末までの特殊詐欺による被害額はなんと6億9000万円にも及ぶんです。特殊詐欺の被害の特徴について、被害者の大半は高齢者の方、もう一つは被害の約8割は自宅の固定電話がきっかけであるという傾向にあります。皆さんのお家に固定電話は設置されていますか？自宅の固定電話対策として京都府警察では通話録音装置貸し出し事業を実施しています。通話録音装置というのは、着信前にこの通話は迷惑電話防止のため通話内容を録音しますと自動で警告メッセージが流れる機能や、自動で通話内容を録音してくれる機能がついているものです。実はこれ、今お使いの電話機にも取り付けることができるんです。まずはお近くの警察署で無料で借りることができますので、ぜひご活用ください。また最近では国際電話を利用した特殊詐欺の電話が急増しています。プラス11やプラス44、プラス1やプラス44などといった電話番号から始まる電話には出ない、かけ直さないようご注意ください。海外との電話が不要な方は国際電話取扱い受付センターへ申し込むことで、国際電話の発信・着信を無償で休止することもできますので参考にしてください。京都府警察では被害が絶えない特殊詐欺について、今後も皆さんが被害に遭われないような取り組みを続けてまいりますので、皆さんも自分の身近に迫る犯罪として頭の片隅に置いておいてください。以上で特殊詐欺についてお話しさせていただきました。ありがとうございました。音楽隊からのお知らせでした。では次の曲をお届けいたしましょう。次の曲はアラジンメドレーです。アラジンは1992年にディズニーが制作したアニメーション映画です。魔法のランプを手に入れた青年アラジンと王女ジャスミンが繰り広げる冒険が描かれています。2019年には実写映画も公開され話題となりました。アラジンよりアラビアンナイト、フレンドライクミー、ホールニューワールドの3曲をメドレーでお送りいたします。アラジンメドレー、お楽しみください。Thank you.
いたしました。次の曲が最後の曲になります。最後にお届けする曲は人気ユニット YOASOBI が歌った群青です。聴く人の心を奮い立たせる応援ソングとして CM やテレビ番組の高校生ダンス部応援企画のテーマ曲、選抜高等学校野球大会の入場行進曲にも選ばれました。カラーガード隊のショートフラッグ演技をお楽しみください。Thank you.
これで平安プレイヤーコンサートを終了いたします。来月のコンサートは11月26日火曜日26日火曜日午後3時から行う予定をしております。来月もぜひお越しください。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。とっても可愛い声でアンコールって聞こえたので、あと1曲お届けしたいと思います。ありがとうございます。ありがとうございました。